松野町目黒にやってきました。ご覧ください。じゃーん、めっちゃ綺麗。これね、もうちょっと行くとなめとこ渓谷があって、その中にですね、森の国ロッジ抜けたよ森の国水際のロッジというね、ピザが美味しいロッジがあります当たってるかな大体10月の終わりぐらいに卵を取りますので、はい、それをこの屋内の水槽で卵を返して、はい、餌付けをしだして、ちょっと大きくなった分をそこへ池へ出すんですよ。大きくなったのを入れてるんですね。育て方っていうのは難しいですか？そうですね、もう水を切らしたら死にますので。水を切らしたら、はい、卵の時でもそうですけど、はいはい、水を止めたらいけんいうことですよね。水が動いとかなかったらいけないいうことですね。水が動いてなかったら、はいはい、ちょっと雨がね、ひどくなってきたので、早速養鶏場の方に連れて行っていただいていいですか？はい、なんか釣り盛りですか？釣り盛りですね、はい、ないのよ。うわ、これなら釣れそうだな、きっと。全くない。これを竿の。全くないです。どうなったら引き上げればいいんですか？ピクピクっときますので、はい、ちょっと時間を置いていただいて上げてもらったらいいです。何秒ぐらいですか？何秒？もうそれは勘ですね。まず最初入れてください。行くよ。せーの。そうだ、私が釣りました。よかった、もうこれで私これで責任を果たしたと思う。すごいでしょ。これもあれ言ったよね、美人だから釣れたんだね。私は出前はどうなんですか、山瀬さんの出前は。山瀬はどうですか？もう案外釣れよりますね。やったー。お天気のせいでしょうか？私言ってること違う。雨やからだな、雨やからだったな。なるほど、ありがとう。いやー、やった、嬉しい。